工房節の永田です。くさびと書いて節と呼びます。と今回は年末最後に買ってきた材を少し紹介いたします。まあ、こっち側が何の材か分かりますかね。まあ、これはオリーブですね。まあ、ちょっとコブっぽいのが出てて面白いなと思ったので買ってきました。でもこれまだ実は生材なんですね。多分乾燥するのにまだ2年ぐらいかかって、その間にパッキパッキに割れそうな気がするんですけど、うまく乾けば面白いなと思っております。そしてこっちが黒柿ですね。まあ黒柿ね、こうやって麺乗ってるんですけど、肉厚がねないんです。なのでボールペンにならないんですね。ここまでもう全く使いません。ただのゴミです。もうペンにしてもほとんど黒が乗らないのでね、意味がない。なんかできるんだったらなんかにしたいなと思います。まあこうやってね、腐れがあるところに、まあこういう黒柿の模様がね出やすいです ね。面白いですね。ペンにできるのはねこの辺ですね。こっちの方だけはねこんだけ厚みあるので、まあ2本分の厚みですね。なのでまあ何本か取れそうですね。まあどういうふうにちょっと気取りしようかなという迷うんですけど、まあちょっとだけクジャクっぽい感じの黒柿ですね。まあどうやったら一番面白く模様が出るのか、まあ考えながら気取りしていきたいと思います。まあこの辺だとね、本当にシャーペンシルにしても1万円から1万5000円の間くらいの感じでできそうだなと思っております。まあ何本取れるかちょっとわかりませんけど、まあごめんなさい、本当に極上っていうものが本当になかなか取れなくって、まあ、このクラスを出していきます。なのでね、まあ今から、まあ乾いてる材なのですぐ使えるんですけど、まあ今から気取りしてやっていきますので、早ければ1月末ぐらい、遅いと、まあ、2月3月ぐらいになっちゃうかなと思っております。まあそこそこ頑張りますので、すいませんけどお待ちください。ではまた作っていきますのでよろしくお願いします。